皆さんこんにちは、ザワチャンネルのザワでございます。本日撮影日はいつか忘れたけど5月の中旬ですね。で、昨日カングージャンボリーってところに、まあ、手回しに参加してきて買ってきたものを今日紹介していきたいと思います。では行きましょう。それでは1品目はこちら、プーンプシュプーンプシュマジェット、ルノ、トレイング、ルバン、コラボ。イェーイ、フォーフー。はい、一品目はこちらでございますね。僕の大好きなルノーの車であるトレイングですね。今日マジェットコラボ。で、前回メガーヌとルテシャーも紹介した、たまった、ルブラン、コラボですね。それじゃあ、開けていきましょう。ちなみに顔はこんな感じです。中身は、こちらのガムと、本体と、カードが入ってました。ここには、ルノー・トゥエンド・ルブランって書いてありますね。ちなみにこの、まあ、この、あれはトゥイング GT の限定というか、一番最初に入ったやつのみなんですね。車好きの豆知識から言いますと。それでは、こちらの本体を見ていきたいと思います。本体はまずこんな感じですね。ここにルノーのエンブレムがあり、こう、ライトに向かって黒い線が走ってます。ツートカーとても可愛いと思います。で、さらにそのまま、その、まあ、この辺りがこうやって、テールランプまで、テールランプの横のところまで、黒い線っていうか、ルノースポールの黒い線が引いてあります。そしてこの後ろが黒いというか、まあそういうデザインはルノーツインゴとフォルクスワーゲンのアップとそのぐらいですね。で、反対側も同様に、あ、ここもあるんですね。ちなみに反対側にもあります。じゃあ急行がこっち側にもあります。とても小さくて可愛い車だと思います。そしてここの室内を見ていきましょう。室内は左ハンドルでやっぱりオベー仕様になってますね。フランス仕様になっていますね。それでは、お次はこちら。プーン、プシュ。プーン、プシュ。プーン、プシュ。マジェット、RPL110。イェーイ、ほほー。まあ、こちらノーマルモデルの、ノーマルコラボのやつですね。あ、でも、ここは多分、ヴィンテージモデル。ヴィンテージモデル、まあ普通のやつとかわかんないですけど、自分も英語力あんまりないんで。で、そこで、ここにカバヤって書いてありますね。ちなみにカバヤはマジレットのメーカーです。それじゃあ開けていきましょう。あ、ちょっと後ろの部分が剥がれねー。ちょっとこういう時ってマジレットあるんですよね。はい、開きました。そういうわけで、で、中身は、まあ本体は違うだけであって、じゃあ、本体とカードは違うだけであって、まあ、トゥルンゴ GT は変わらないですね。まず、アルピニワンテンの本体と、ガムと、こちらのカード。ちなみに、今気づいたんですけど、裏側には、こういうのは、書いてあります。で、トゥインゴにも、まあ、こういう、全長、全高、全幅書いてありますね。で、本体の方に入っていきましょう。本体は、全体を見ると、こんな感じですね。とても青を目立つ感じです。そしてここのクラシックが、ここのライトの並びがいかにもクラシックかっていう感じを出しております。ちなみにここはルノーのマークですか？で、その下にアルピーヌって書いてありますね。まあアルピーヌってのはいわゆる、まあゴイディーンというか そっち関係の車なんで、まあ自分は、まあ結構好きですね。でも、ちなみに新型ワンテンも結構かっこいいと思います。で、ここは、ギミックは、こちらのドアが、開くぐらいですね。まあ、それは普通のトミカとかでもあると思うんですけど、こっちの車にはギミックがないんで、まあ、いわゆる、これは普通だと思うんですよ、マジでとは。まあ、高い分ですね、高い分では。ちょっと高さをあえて知る分ですね。その分、こっちは、
点数的にはかなり高い方だと僕的には思います。で、ここはまあ、エンジンルームですね。あと、ここにアルピーヌと書いてあります。そして、ここ空気口だとかあったり、あとは、ここのテールランプが、こう、横なのが、横長なのが、アルピーヌっぽさをアレンジしてるとか、アピールしてていいと思います。あとは、このクラシック化的な感じだとかですね。給油口はこっちにあります。